はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。プリメロという、ブランドを紹介したいと思います。はい、はい、これが、ドリル&ドライバーということで、ネジ締めと、穴開けに使えるものというような形になってます。で、ここトルク調整ができるようになってます。で、インパクトドライバーみたいに単純に、まあ、これ付属していたビットなんですけれども、単純に刺す形ではなく開いてこれを開いてで刺す形になっています。で締めるとこういう風に取り付きました。はい、で今付属のビットは、これドリルじゃなくて、ネジ締めですね、プラスのビットがついてます。はい、で、トルク調整が、1段階から、5段階までこういう風にできるようになってます。そうですね、はい、じゃあこれで1回ちょっ と,、何かネジを締めてみましょうか。今トルクを1に設定しています。はい、材料はヒノキですね。この2枚のヒノキを留め付けてみたいと思います。はい、まあヒノキ材料柔らかいのでネジはしっかり埋まってくれてます。トルク1でも十分ですね。はい、では今度トルクをこれ5に設定してやってみましょう。はい、5番です。で、まあ、ヒノキなので本当に、柔らかいのでどんどん入っていくというような形です。で、まあ、このトルク調整をして、そのビスの埋め具合みたいなものを調整するのだという形なんですけれども、女性でもまあすごい使いやすそうです。まず持った感じがすごい軽いです。あと締めてみた感じ、そのトルクがかかった時にやっぱりその振動ですね、ガガガガと何と言うんでしょう、衝撃が、あるんですけれども、それがその伝わってくるのがすごいソフトな感じがします。なのですごい女性にとっても使いやすい。あと音もすごい静かですね。はい、で一番、まあ、これ使っていて嬉しいのはこの速度調整ができるってことですね。ゆっくり押した時にゆっくり回ってくれる、で強く押したら回転数が上がる、これが今一番、最大の回転数なんですけれども、速すぎることがないので、もうすごい何本も何本もネジを打つような現場の、まあ、例えば大工さんが使うような形としてはなかなかまあちょっと、じれったいところもあると思うんですけれども、こういう、先ほどの、ネジ止めみたいに関しては、なんというんでしょうね、回転数が少ないので多分女性子供でもすごい使いやすいんじゃないかと思います。はい、でじゃあちょっとそのトルクに関して今度は、もっと硬い木でやってみましょう。ヒノキは一般的に、まあ、ホームセンターで売られている、2x4 材やその SPF 材ですね と似たような硬さです。なんですけれども、僕ら、家具作りでやるときに、奈良とか、タモとかちょっと硬い木を使います。そういう時のトルクで、どれぐらい、まあ、穴が開けれるかというのをちょっと試してみたいと思います。では先ほどのヒノキは簡単にトルク1でもここまで頭が埋まるまで入ってくれました。今度は奈良広葉樹ですね、家具に使われる木の王様と言われるぐらいの硬い木です。はい、これをちょっ とまずはトルク1で、1回下穴なしで、止めてみたいと思います。はい、この状態からまあ、ちょっと頭が先に出るぐらいまでは一応埋まります。今度はトルク3で、やってみたいと思います。
コルク5、頭が埋まるぐらいですね。まあ結構ガラやっぱり硬いんで、なかなか衝撃は多いんですけども、でもしっかり止まりました。まあ下穴など、開けなくても奈良が止められるということは結構きちんとパワーがあるような形になるんじゃないかなと思います。よく組み立て式で、家具を組み立てるようにちょっとすごい安いインパクトドライバーもしくはそのドリルドライバーっていうのが売られたりしてますけれども、それよりは十分性能はこちらの方が強いというような形になります。それで、これあんまりない形で面白いのが、今さっき見つけまして、ここにロックボタンありますね。これでこう回したままこういう風にロックをするとずっと回っててくれます。もう一回押すと解除ですね。押して押すとこういう風に回ってくれてます。ということは例えばで何でしょう、ホームセンターなどに売られているあのバフ研磨用の例えば そういう、サンドペーパーだったり何かそのヤスリをつけたりしてこれを回しておいたらそれでサンダー磨くこともできるというような形になりますね。しばらくずっと回ってるという形です。こういう使い方はしないと思うんですけど、例えば、まあ、旋盤じゃないですけど丸棒を何かちょっと細くしたいとか削りたいとかそういう時がたまにあったりします。そういう時にちょっと鉛筆削ってみましょうか。まあ回転しているものにもちろん紙ヤスリを当てたらそっちの方が早く削れたりするので、まあ、そういう使い方もできるみたいな形なんだと思います。でですね、結構、このドリルドライバーって長回しすると結構ここがすごい熱くなったりします。でもこのフリメロに至ってはあんまりその熱がない。はい、今これでも全然、熱くならない。しばらくずっとさっき回してましたけどそれでも、熱を持たないというような形で、ね、すぐ、火を吹いて壊れるようなことはまずないかなというふうに考えてます。しばらくちょっと回してみましょうか。はい、で今、ビスをですね、まあ、初めの打った2本の他に全部、入れて合計、20本ですねビスを、打ったんですけれども、これでその持った感じすごい熱を持つかと思ったら意外ともう全然熱くないですね。ほんの少しちょっとぬくもりがあるぐらいな感じでですね、熱を持ったりということがないようです。だから結構その耐久性ですね、長時間使用しても、あまり、壊れたりすぐ壊れたりとかそういうことはないのかなというふうに感じました。ということで、ドリルドライバーですね、はい、こういう形で、結構性能はいいのかなという形で感じました。スピードがすごいゆっくりなので、本当にそれが結構、教室でもこれ、よく使えるんじゃないかというふうに、感じました。結構出番が多そうですね。はい、ということで、ドリル&ドライバーでした。切削の時のスピードを変えれるものもあるんですけどこれにはついていません。